こんにちは、マネージャーの井上です。さあ、今回ですね、第2回激痛足つぼチャレンジのお時間がやってまいりました。前回の動画ではですね、まさかの達成ということで、ちょっと私自身も驚きがあるんですけれども、第2回の今回、果たして達成なるかどうか。では早速チャレンジャーをお呼びしたいと思います。渡辺さん、どうぞ。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日チャレンジャーの渡辺さんでございます。渡辺さん、普段ね、リラクゼーションサロンとかよく行かれるんですか？そうですね、週1とか時間があるときも2週に1回とかのペースで行くようにしてます。はあ、素晴らしい。その中で足つぼとかもやっぱり受けられるんですか？そうですね、よく足つぼ受けます。痛いとかはないですか？いや、足つぼは気持ちいいものやなと思ってます。へえ、僕には想像できない言葉ですけれども。ということは本日のチャレンジ、自信は終わりということで？そうですね、まあ失敗はしないと思います。さあ、皆さん、このお言葉聞きましたか？すごく楽しみですね。それでは早速チャレンジしてみましょう。どうぞ。皆さん、こんにちは。アカデミー講師篠崎です。本日はですね、渡辺さんにお越しいただきまして、お体の状態を伺っていきたいと思います。渡辺さん、今日ですね、この施術の強さ、強めをご希望ということなんですけども、普段から結構しっかり押してもらってるんですか？そうですね、いつもゴリゴリ押してもらってます。なんか分かりました。なのでちょっと今日は強めにしっかり入れていきたいと思います。で、お疲れの部位なんですけども、こう全部お疲れということなんですが、中でも特にお疲れの気になる箇所ってございますか？そうですね、首とか太ももあたりが疲れてるかなと感じます。首と太ももですね。わかりました。あとはですね、ちょっと目の疲れが普段気になるってことなんですけど、またそのとか触ること多いですか？そうですね、一日の中でよく触ってる方かなと思います。まあ大体4時間以上とか。そうですね。あともう一つですね、消化器用ってチェックいただいてるんですけども、これ胃もたれの感じとかありますか？あ、いや、胃もたれはないです。胃もたれはない、はい。そしたらお腹の調子が悪いっていうのは？そうですね、お腹の調子がちょっと悪いです。なるほど。あと最後にですね、痩せたいのをちょっといただいてるんですけども、何か気になることってございました？いや、正直ちょっとこの自粛の中でコロナ太りをしてしまいまして、ちょっと5キロほど。あ、なるほど。はい、かしこまりました。で、足のですね、反射区の中にはこの、まあ、ダイエットにも効果的な部分があるので、そこら辺もちょっと重点的に触りながら対応させていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではルールのおさらいです。まずは明確に痛いと言ってしまったり、大きな声を出してしまうとアウトになります。で、もう一つが、膝が曲がってここまで持ち上がってしまっても、あて逃げてることになりますので、アウトとなりますので、お気をつけください。はい。さあ、それではスタートしましょう。チャレンジスタート。はい、まずですね、ちょっと気になったのが、まあ、先ほどカウンセリングでもお伺いした通り、この小腸のあたりとか、まあ、腸のあたりもこの滞りが気になるのと、この胃、膵臓、十二指腸の消化器のあたり、ここら辺も滞ってますね。で、まあ、甲状腺も詰まってるようですし、この腰の反射区のあたりも、まあ、詰まりがあるのかなと思います。結構全体的ですね、おっしゃってた通り疲れが多いので、まんべんなくしっかり触っていきたいと思います。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。冷えとかも気になりますか？いやー、あんまり自分では気にならないですね。結構足先は冷えてる方ですね。そうなんですか？うん、ちょっと気になりますね。それでは、はい、おなじみの基本反射区1巡目からいきたいと思います。お願いします。まあ、2% ぐらいからいきましょうか、今日も。はーい。気持ちいいですか？そうですね、これはまだ大丈夫ですね。ここが副腎ですね。で、腎臓。
だいぶお疲れでいらっしゃいますから、どうですか、詰まってますか？まあ、結構詰まりは多いと思います。ですか。そうですね、やっぱりコロナの自粛で行けてなかったので。あ、でも今のところ表情をお伺いすると、あの、気持ちよさそうな。そうですね、もう全然寝れるんちゃうかなというぐらいですね。あ、いいですね。次、頭関係のところですね。まず鼻からです。はーい。この辺もね、気持ちいいですよね。気持ちいいですね。次が脳ですね。大脳、三叉神経、小脳、脳下垂体の順に触っていきます。脳関係もちょっと疲れがやっぱ出てますよね。パソコン触ること多いとどうしてもこう疲れてくるので。あ、ここはですね、頸椎、首の骨の反射区です。へえ。親指の第一関節と第二関節の間にありまして、人差し指、中指の同じ場所が目です。ほう。ここ目ですね。お。で、小指と薬指が、耳の反射になります。お。で、また基本反射に戻りますね。で、ここから 5% ぐらいまで上げましょうか。はい。おお。いや、全然大丈夫ですよ。基本反射区は触れば触るほど効果が出やすくなってくるので、まあ、1回目より2回目、2回目より3回目と感じ方が変わってきます。まだまだ余裕ですかね、渡辺さん。そうですね、ちょっとまあ押されてんなって分かるぐらいかなって感じですね。終始ニコニコチャレンジされる、ニコニコされてますが、いかがですか？そうですね、いやまあね、あの禁止ワードはね、まあまあ出ないかなと思いますね。まだまだ自信が怖いということで。で、次に新陳代謝のコントロールに影響しているこの甲状腺のところですね。ちょっともったりしてるかなという感触ですけども、ここからちょっと上げていきましょうかね。はい。あらら、いや、表情に曇りが。大丈夫ですよ。では次に僧帽筋と肺気管支のところですね。どうされましたか？気持ちが良すぎて笑顔が出てますね。次に腹腔神経層ですね。ちょっとこの気持ち的な、ね、ストレスが溜まると痛いところなんですけども。あれ、まあ大丈夫ですか、大丈夫ですか、耐えてらっしゃいますよ。で、次が脾臓ですね。アウト。痛い。ありがとうございます。はい、ということでですね、残念ながら今回はチャレンジ失敗ということです。ただね、渡辺さん当初すごく自信満々でしたけど、いかがでしたか？そうですね、こんなはずではなかったんですが、痛かったですね。痛かったですか。でも気持ち良かったんじゃないですかね。痛かったばっかりですか？いやね、流してもらってる間は良かったんですけど、足の裏はもういろんなところが体が悪いんだなというふうに思いました。痛かったです。
あのね、チャレンジ終了後に、白井の方から膝上10センチまでしっかりと流されてましたけども、そこではね、老廃物がしっかり出ると思いますので、明日楽しみにしてください。そうですね、明日はすっきりしていることを期待して、今日はすぐに寝たいと思います。ありがとうございます。ただですね、今回残念ながらチャレンジ失敗ということで、6600円のお支払いの方、お願いいたします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今回はね、残念ながらチャレンジ失敗となりましたけれども、次回チャレンジしていただける方、ご紹介いただけますか。はい、次回は速水というものが挑戦させてもらいます。ありがとうございます。それでは速水様、第3回チャレンジ成功なるかどうか、次週もぜひご期待ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。かなりいいリアクションを取られてます、渡辺さん。あの、オープニングトークの自信はどこに行ったから。ありがとうございます。なんかこれちょこちょこ。